あ、おはようございます。今日も懲りずにやるわけです。何をやるかというと、相変わらず、そのじゃないですね。なんだっけ、あ、なんだっけ、ないですね。やるんですよ。青二歳、町工場のおっさんがやる、青二歳、映えます、ゲリラセミナー、ああ、なるものを行います。おかげさまで、なかなか風邪が治らないっていうのはですね、頭痛とかそういうのはないんですけど、喉と鼻水なんですよね。喉が、話すたびにですね、咳が出てくるっていうのがあるんですけど。で、申し訳ないんですけど、今日も飴をなめなめ、しながらやらさせていただきます。申し訳ないです。今日は早速ですね、バイオ燃料についての詳しい内容、日本が今後どうやっていくかということについての詳しい内容について説明申し上げているんですが、これはですね、経済産業省が今年の3月に打ち出した内容なんですけど、具体的にはですね、この方向性でやっていこうというのを打ち出しているわけですね。それについての説明をずっとさせていただいているんですが、今日でこの内容については結論という形でですね、説明を終わりたいと思うんですけど、ところがですね、今日はですね、ちょっと新聞の掲載記事について紹介をするたいんですよ。と申しますのも、今日ですね、そのバイオエタノールについて申し上げているわけですね。バイオ燃料というのはもうバイオエタノールについて説明がしてあるんですけど、してあるというか説明私もしてるんですけど、これはあくまでもこの経産省のデータといいますか、検討結果についても基づいて説明してるんですが、そのバイオエタノールをですね、三井造船、日本経済新聞の新聞に見ていただくと分かるんです。三井造船がですね、昨日申し上げたマレーシアでパーム油を作る際に生物多様性に問題があるんじゃないかという話をしたんですけど、三井造船はですね、このパーム油を作った後のヤシ殻、このヤシ殻でですね、バイオエタノールを作ろうとしているわけですね。マレーシアですね。これまさしくマレーシアなんですけど、この結局ヤシ殻というのはですね、これは糖でもでんぷん系でもないわけで、結局これはセルロース系なんですね。これはそうするとですね、日本の考え方、今後の方向性のバイオ燃料の作り方とマッチしてるわけですね。やはり大手さんがやるんだから、当然そういう方向性でやるんだろうというふうに思うんですけど、それでこれですね、なんとですね、バイオエタノールを作る、要するにガソリン燃料と混ぜて使うというものではないらしいですね、ところはね。というのはですね、セルロース系で作る場合は、やはりそれなりのコストがかかってくるわけであって、値段が高くなる。それで何考えているかというとですね、水造船、やっぱり水造船さん考えるんですけど、これね、バイオプラスチックなんですよ。バイオプラスチック、エタノールからバイオプラスチックを作ろうとしているわけですね。この技術は何もこの三井造船独自がやってきたんじゃなくて、従来は麦わらでですね、デンマークの企業で技術提携でやってるらしいですね。要するにガソリンに混ぜるんじゃなくて、バイオプラスチックというのが、もう石油が間もなくなくなるんですけど、石油というのは幅広い分野に使われているわけであって、燃料以外はやはりプラスチック、樹脂、あるいは服、皆さんが着られる日常の服、いろんな用途に使われるわけですね。その石油がなくなってしまうとですね、まあ、ガソリンだけ追っかけるというのも一つはあるんですけど、それ以外の分野についてもですね、当然ながらです、ね、何らかの代替策というのを考えなくちゃいけないんですね。で、それ最も近いのがバイオマスというふうに言われて、バイオ、ファイナリーでしたっけ、バイオファイナリー、ファイナリーですね。という、こう考えがあってですね、石油代替としてですね、燃料以外、いろんな用途にも代替が効くものとしてバイオマスと言われているわけですね。その一つとして今回ですね、三井造船がマレーシアでバイオエタノールを作るんですが、あくまでもバイオプラスチックというか構造で作るというふうに書いてありました。ただ、エネルギー自給率を考えるとですね、日本っていうのは今現在 4% しかないんですね。だから他の国があんたのところ出さんというのはそれで終わりなんですよ。日本という国は、そういう意味合いではですね、やはりバイオエタノールとも大事なものなんですけど、現在バイオエタノールについてはですね、日本はですね、やはり自給率は 3% しかないんですね、バイオエタノールについては。ブラジル 100%。アメリカでさえ 99% あるわけですね、バイオエタノールの自給率。やはり何もかもですね、日本はですね、どうしても結局は輸入に頼らざるない影響が、ところがあってですね、これは実を言うとですね、今後どの国であってもですね、エネルギー自給というのは大きな課題であるとともにですね、
今後も当然ながら、エネルギー、自分とこのエネルギーは自分とこで賄おうとするのは当然なんですね。他の国に左右されないようにするわけなんですけど。ところが日本は資源がないので、どうしても輸入に頼るじゃならざるを得ないという現状があってですね。さあ、どうしましょうかということですね。で、バイオエタノールの最後の結論の方に行きます。ということです。皆さん、いつまでお仕事でしょうか。年内はですね、昨日は私どもの方にはですね、わざわざ飛行機でいらっしゃいました。ありがとうございました。年末も忙しいところ、わざわざですね、飛行機の席も取れるかという話もあったらしいんですけど、なんとか取れたというか、もう年内にいらっしゃるということで、昨日わざわざいらっしゃいました。ありがとうございました。わざわざですね、よくいらっしゃるんですよね、遠方からね。まあ、天気の大しかなくて、私は言えないんですけど、大変ありがたいですね。はい、それでですね、エタノールの自給率をちょっと見てみましょうという話ですね。エタノールの自給率。これな、具体的に何年かって書いてなかったんですけど、多分、最近のデータだと思います。エタノール自体がそんなに、昔からやってるわけじゃないわけであって、そのエタノール、国産比率ですね。国産比率、アメリカ 99%、 こうトウモロコシですね。 この自給率というか、エタノールを実際作っているのは、果たしてその LCA にかなった、 LCA の CO2 削減50%以上の削減にかなったものかどうかというのはちょっと不明なんですけど、まあ、EU 関係は、EU の方は特に環境に関しては厳しい目がありますので、多分かなっていると思うんですけど、かなっているというか、そうですね、削減基準、生物多様性、あるいは食料競合に対しての基準、あるいはですね、LCA を睨んだ上での CO2 削減基準というのを EU だけは作成してたんで、それに見合った形でのこれ、エタノールの国産比率だと思います。そういう意味では、やっぱり EU 諸国がこの環境に関しては、ね、優等生ということが言えるんでしょうね。で、アメリカ 99%、EU は 60%、イギリスが 48%、ドイツが 58%、そして豪州、オーストラリアは 500%、ブラジル 100%、で、日本はなんと 3% しかない。というのが現実です。はい、続きます。ブラジルを特に挙げてるんですね、ブラジル。やはり日本はですね、エタノールという面で見てもですね、輸入しなくちゃいけないんです。これやはり、エタノール先進国であるブラジルに頼るしかないというふうに考えがあるわけですね、一つはね。一つの考え方ですよ。で、これ2018年の予想が書いてありました、2018年。で、2018年にはブラジルはですね、5300万キロリッターは作れるだろうと予想するんですよ。ところがですね、この持続可能性基準適合分、従来から説明してあるその LCA、 あるいは生物多様性、LCA の CO2 削減基準、あるいは生物多様性、あるいはその食料競合に適合した分は、この5300万キロリッターのうちの2500万キロリッターぐらいしかないだろうと予想しているわけですね。ところがですね、実際はですね、ブラジル国内消費だけでも4000万キロリッター使われるだろうと。で、残りはどうするか。この5300万トンのうちの4000万トンキロリッターをですね、国内、ブラジルの国内買うんだったら、その残りが輸出であろうと。で、米国、ほとんど米国に行くであろうと。で、日本の分はですね、50万キロリッターぐらいしかないんじゃないかと。という予想も立ててるんですね。ところがですね、これが果たしてですね、持続可能性適合分、持続可能性基準適合分に当てはまったものが来るかどうか、来るかどうかというか、日本に、来るか、日本の方に、輸入されるのは果たして、この持続可能性基準適合分なのかどうかという問題点はあると、問題あるというふうに指摘しているわけですね。それで結論いきます。今日は結論なんですよ。で、結論としてですね、これから申し上げるんですけど、まあ、従来から申し上げない結論なんですけどね。それで、EU 並みの LCA を適合した CO2 削減基準 50% 以上というのがありますけど、これ日本現時点でかなうものは、ブラジルの既存の農地ですね、既存の農地。新しく他の農地を開発するんじゃなくて、既存の農地で作られたもの、あるいは一部国産、これはセルロース系ですね、セルロース系で作られたものぐらいしかないですよということ。それとですね、国産の2020年40万キロリッター増産可能という試算が出ているらしいです。これ農水省から出ているらしいんですけど、農水省が出ている。というのもですね、ブラジル既存農地輸入はね、限界があるだろうとやはり見るわけで、当然そうですよね。自分のところの国も使うし、アメリカ、
ごく近くアメリカ、やはりブラジルはアメリカでしょうから、ブラジルの既存農地からの輸入には限界があるだろう。ただ、日本国内では2020年で40万キロリッターまでは予算可能だろうと試算が出ているということですね。それでですね、エネルギーの自給率向上とか当然やらなくちゃいけないんですね。これはね、日本4%、まあ原子力含めて14%と言われてるんですけど、で、国産プラスのですね、開発に、これ結局、その輸入先でも日本が開発するという開発輸入なんですけど、それで50%なんとかいくように頑張りませんかという話ですね。なんとか頑張りましょうやという話。ただですね、やり方としてはですね、日本国内、そしてアジア地域ですね、やはりアジア地域も LCA の50%削減、LCA の CO2 削減水準。これは50%何を言ってるかというと、ガソリン比で50%、ガソリン比で 50%CO2 削減した水準、LCA ですね、その基準は LCA、あくまでも LCA、ライフサイクルアセスメントです。の 50% 以上の開発輸入をやると。日本国内の生産と、あとアジアですね、アジア地域の開発輸入をやって50%以上やろうとしてるわけですね。今回のマレーシアの、三井造船がやろうとしてるのは、あれはバイオプラスチックになってましたけど。まあ、あれもヤシ殻という意味ではですね、セルロース系なんですけど、それは食料競合、あるいは 生物多様性の面から見ればですね、やはりいいというふうに言われるわけですね。で、やはり最終的に出てくるのはこのセルロース系ですね。結局はもうセルロース系しかないというふうに考えているんですけど、セルロース系のバイオ燃料の開発展開を今後もやって、今後もっていうか、これからも力を入れてやっていこうと。で、輸入率向上、なんと50%という考えてるわけですね、50%。そうですよね、日本は何すもねえのに、それで石油がもうすぐなくなるということですね。エネルギーがなくなるとどうなるかって、人間生活っていうのは非常に普段の生活にも影響、多大なる影響を与えるわけですね。例えばですね、簡単なところ出さんって言っていたり、あらゆるところの、そのエネルギーを持ってこなくちゃいけないんですけど、当然どうなるかって、値段が跳ね上がるわけですね。値段が跳ね上がるとですね、日本買えなくなるじゃないですか。ね、高い燃料を買えなくなるとですね、やはりそうすると燃料がない中で生活しなくちゃいけない。寒い中をですね、燃料なしでどうやって過ごすかというと、火を焚かなくちゃいけないんですけど、それがどうするかということなんですね。例えばですよ、例えば。で、出てくるのがです。例えばですよ、薪とか、その木質ペレットとか、木材チップとか、そういう話もあるんですけどね、その循環がうまくいけばですね、エネルギー自給率っていうのは向上できるわけですね。そうするとですね、化石燃料がなくなった以降の考え方、一つはですね、やはりバイオ燃料っていう、一つの考え方だって当然やらなくちゃいけないんでしょうね、と思うんですけど、ただこのバイオ燃料についても国産っていうのはどうなのかなって、今のところはですね、なかなか厳しい局面があって、どうしても輸入に頼らないという現状があるということなんですよね。いいですかね。これで今日は終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。これでバイオ燃料のその日本の考え方といいますかね、経済産業省が打ち出したものについては今日で終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。さよなら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 。さ